さて、じゃあここからですね、その今述べました、あの中国上流定理を用いた行列積の計算量をこう見積もっていきたいと思います。で、ここからの見積もりは先ほど何枚かのスライドに分けて表しましたアルゴリズムの各ステップごとにですね、こう計算量を出していきます。まず最初のステップですね、この入力の行列の成分の絶対値の大きさに合ったこの法を求めるというところなんですけれども、まあ、ここではそのあらかじめその素数を準備しておいて、この素数をうまく与えることにしますので、まあ、ここでは新たな加減乗与除算三次点在は発生しないということにしておきます。次のステップですね、これ法の N1 から NK に関して、この行列 A と B のこう NY で割った乗与を成分とするような行列を求めるっていうところなんですけれども、まず一番外側の for ループで繰り返しは K 回行っておりますが、この K というのは法の個数でですね、法の個数は θL で与えられておりましたので、この一番外側のループの繰り返しによる回数は θL で抑えられているということにしておきます。そして内側の2つの二重のループですね、ここは合計ですね、R と T 合わせてループ M2 乗回繰り返しが行われていて、でそこでこう2回ですね、この NI を法とする割り算が行われているんですけれども、でこれは A の RT というのはもともと長さ L で抑えられている多倍長数で、 NI というのは単精度数では、でしたので、これ長さ L の多倍長数を単精度数で割るという計算量でした。でこれは以前の授業でやりましたけれども、これは θ の L で抑えられることが分かります。で、でこれがですね、ループ M2 乗かける θL 回の繰り返し行われておりますので、このステップ2の合計の計算量は θ の M2 乗 L2 乗というふうに出てきます。までいいでしょうか。で、次に、3番目のステップですね、ここもやっぱりループの回数がありますけれども、一番外側は素数、あ、じゃない、法の NI に関する繰り返しなので、これループは θL 回ということになっております。で、内側のループは、先ほどと同じように行列の成分だけ繰り返すので、ループ M2 乗回繰り返すということになっています。で、問題はこの中の、AI の成分と BI の成分から CI の成分を求めるというところなんですけれども、ここでは、まず、AI と BI というのは全部単精度の数なんですね。NI を法とする乗与ですので、これ AI と BI の成分は全部単精度です。で、ここで単精度の、乗算が N 回行われまして、で、加算が M-1 回行われますので、ここではその、計算量は θ の M ということになります。一応これはなぜかというと、もともとこの計算量の見積もりっていうのは単精度の加減乗除算を1回という単位で数えるということだったので、まあ、これ m プラス m マイナス1で 2m マイナス1なんですけど、まあ、θ で定数除けば θ の m ということになるわけですね。で、これを θ の lm2 乗回繰り返しますので、このステップ3の計算量の合計というのは θ の m3 乗 l で抑えられることが分かります。で、最後、第4ステップです。第4ステップは繰り返しはですね、この行列の各成分だけ繰り返しますので、これループ M2 乗回行われます。それから、中国乗与三法の計算量なんですけれども、これは以前の授業で中国乗与三法の計算量というのを見積もりをやりましたので、まあ、それを復習していただきたいと思うんですが、今回その法の積ですね、法の積の2乗に計算量、この中国乗与三法の計算量比例しますので、この θL の2乗という形で見積もることができます。以上によってこのステップ4の計算量の合計は、オーダーの、あ、ごめんなさい、これは θ でいいのかな、θ ですかね、M2 乗 L2 乗で求められることが分かります。
以上まとめますと、各ステップごとの見積もりはこういう結果になるんですけれども、ステップ1は算術演算は特になし。で、ステップ2が θ の m2 乗 l2 乗。ステップ3が m3 乗 l。で、ステップ4が m2 乗 l2 乗ということで、影響し、一応分類すると、θ の m2 乗 l2 乗っていう項と、それから θ の m3 乗 l っていう項がありますので、一応これ両方加えていくことにしますと、ここでの合計の計算量は θ の m3 乗 l プラス m2 乗 l2 乗という形になります。で、従来の算法はですね、アルゴリズムの計算量は θ の m3 乗 l2 乗ということでしたので、一応この θ のこの見積もり方で比べますと、第1項は l だけ小さく l 分の1になっていることが分かりますし、第2項は m 分の1になっていることが分かるということで、どちらの項もですね、従来のアルゴリズムの計算量に比べれば、計算量がより小さく抑えられているという結論が得られます。ここまででしょうか。はい、それで一応ですね、このテキストの例題で 4.70 というところには、この今のその中国十三法を使った行列の積の計算の、計算例が載っていますので、ちょっと紹介しておきます。A と B というのを、こういう形の3行3列の行列ですね、しております。このぐらいの行列ですと、素朴な掛け算をやった方が早いと思いますけれども、一応、中国十三法は正しいアルゴリズムですので、計算量は若干かかるかもしれませんが、中国十三法でやってももちろん正しい結果が出てきます。一応、各 A と B の各成分の絶対値の常解として、12と取ってきます。それから、A と B のサイズ、行列のサイズは3ですね。そこで、2m2 乗かけるスモール l を計算すると、これが864ってなりますので、この864を、上回るような、項の積 n を、計算しておきます。で、ここでは、n として9と10と11を取ってきて、で、とりあえず9と10と11は全部互いに素ですから、中国十三法には使うことができまして、で、この n は、積は990ですので、先ほど求めたこの864を上回っているということで、アルゴリズムに使えることがわかります。そこで、まずですね、A の各成分を、A モード9って書いて、これ A の各成分を9で割った乗与からなる行列っていうのをこういう形で表しました。それから、B モード9っていうので、これを B の各成分を9で割った乗与からなる行列っていうのをこういう表しました。一応、ここでは各成分はですね、マイナス4から4の範囲で、乗与間の元としては表していることに注意してください。で、ここで、AB モード Q として、この先ほどの上の A モード Q の行列と B モード Q の行列の掛け算を行って、各成分を Q で割った乗与からなる行列として、こういう結果が得られております。で、同様にしてですね、モード10に関しても同じような形で、行列の積を計算して、あと、モード11に関しても同じような形で行列の積を計算すると、それぞれこういう形になります。で、最後に、この AB モード9の行列のと AB モード10の行列と、それから AB モード11の行列からですね、各成分ごとに中国十三法を用いて、この元の整数上の計算結果を復元しますと、AB としてこういう形を得るということで、一応これでですね、素朴な整数上での計算と計算結果が一致すると思いますので、ちょっと各自で確かめてみてください。よろしいでしょうか。はい、ということで今回の授業のまとめです。今回はモジュラー算法について紹介しました。そしてこのモジュラー算法の具体的な方法、一つの計算として、その中国十三法による行列の積の計算の効率化について説明をしました。次回の第14回の内容ですけれども、高速乗算法について紹介したいと思います。で、次回の話はですね、これがテキストにはなくって、この独自の内容なんですけれども、唐津波の乗算アルゴリズムというのを紹介します。ここではその整数の乗算のアルゴリズムと、それから一変数の多項式の乗算のアルゴリズムについて紹介します。
なお、この次回の内容はですね、次回最終回には一応またテキストの高速乗算法の内容を説明しますので、まあ、それの、まあ、なんていうか、前座というかですね、元になる、元というか前、関連する話題として紹介したいと思いますので、またその点ご承知おきください。それでは今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。